ス22までいきました。本日また新たなテストをするために現在スーパー大桑さんでお買い物をしてまいりましたが、一番欲しかったのは氷なんですけど、意外とこれ探しましたね
結構何件も電話して大桑さんに会ったので大桑さんに来ました。ただいま18時45分でございます。今回は昨日またあの長野にいたんですけど、一回戻って持ってきました。それではテストに向かいましょう。久々にここの大桑さん来ましたね。ここは何ですか？豊橋ミラ町大桑さんです。もともと紡績工場です。あ、金棒かな、おそらく金棒だと思うんですけど、紡績工場の跡地です。いやー、意外と氷をゲットするのが大変でしたね。特殊な氷なんでね、意外と売ってるところが限定されるかもしれない。詳しいことは後ほど申し上げますが、普通のロックアイスだったらあるんですけどね。あ、昨日はまたいつもの長野にいたんですけど、全然快適でした。換気扇のみです。そして寝るときは換気扇止めないと寒かったなんですが、今日はテストということで、ちょっとこの時期はもうすでにしんどいところですね。昨日ちょっと良さげなオートキャンプ場を見つけました。ちょっと寄り道してたら一区画2000円って書いてあったんで、人数とかは何も関係ないんでしょ。で、台数も書いてないんで、軽だったら2台入れてもいいんですかね。うん、多分その絵だと思うんですけど、キャンプテントサイズとオートキャンプのところが、まあ、ちょこっとしたところなんで大きいところじゃないんですけど、多分あれ午前中ぐらいもう日陰になってるんで全然快適なんじゃないかな。すぐ新野って言っちゃうんですけど、新野ですね。新野仙石平にいたんですけど、おじさんに話しかけられまして、ご近所さんでした。あ、多分ナンバー見て近所の人なのかなと思って話したのかな。なので暇があったらお店に来ていただけるように宣伝しておきました。なんかもう退職されていろいろ温泉行ったりしてるみたいです。あんまり本格的に車中泊はされたことはないと言っておりましたが、これからエブリーでも買って本格的に北海道行ったりしようかな。いいですね。これ相変わらず Google 先生間違ってます、ね、入り口を。およそ100メートル左方向です。ランプに進みます。はい、終わりましょう。到着しました。準備しましょう。お疲れ様です。ケッパコマスターでございます。ただいま道の駅豊橋ですけど、ただいまの時刻は19時23分。外気温は28度。車内は 30.4 度。湿度が 57% です。換気扇も扇風機もサーキュレーターも全開で回しております。本日のメインイベントであります。塩化カルシウム6水和物。ちょっと小分けにして持ってきました。これはいつものカシューナッツの。これにですね、どれぐらい入るんですかね。ちょっと小分けにして作りたいと思いますが、約380ぐらいですかね。前回は1対1でやったんですが、溶けた後の温度上昇が塩化カルシウムが多いと早い気がして、今回は4分の1でやりたいと思います。なので 1.5 リッターの4分の1かな。あ、もしかしたら5分の1になるかもしれない。2リッター入れば5分の1ぐらいになっちゃうかもしれない。探すのにちょっと苦労しました。クラッシュアイス、細かい氷です。細かい方が早く温度が下がってくれるみたいなので、これが意外と売ってないんですよ。周辺のスーパー片っ端から電話して探しました。これを混ぜて投入していきます。これを繰り返します。あ、あららららら、血止まっちゃいましたね。クラッシュアイス、パーティーアイス2キロ買ってきました。こんな感じで2キロ入りました。塩化カルシウム6水和物とクラッシュアイスを混ぜて、クラッシュアイスを2キロ、6水和物はおそらく380グラムほど、まあ5分の1ぐらいの6水和物混ぜて入れました。こちらですね。こちらには水を凍らせたものを約3キロほど持ってきました。何時ぐらいですかね。約4時間ほど前にこちら側がただいま 1.9 度、まだファンは回しておりません。 1.8 度。そして塩化カルシウム6水和物と氷を混ぜた、これはもうケースの中に入れてあるので、金属のケースの中の温度ですね、マイナス24度になっております。今回ですね、ファンを買いました。吸気用のファンを1台と排気用のファンを1台にしました。プッシュプル方式ですね。
USB が2つ欲しいんですけど、もう大体モバイルに差し込み口2つぐらいはついてるんで、これでいけると思います。はい、回りました。どんどん上がってますね、温度が。氷を入れた方の 17.3 どんどん上がってます。吸入口は 28.3 度、塩化カルシウムマイナス23 度、吹き出し口は例えば 15.7 まで下がってます。結構冷たい風来てますよ。そこそこ13度ぐらい下がってますね。まあ保冷剤というか水を凍らしただけなんですけど、7度ぐらいですかね。7度ぐらい下がって、塩化カルシウムの箱の方で5度ほど下がってる感じですか。そんな感じですね、現時点では。風は涼しいです。ちょっとサーキュレーター止めときますかね。涼しい風が来ておりますね。これがどれぐらい持続するかという話ですね。やっぱりこれ温度がどんどん上がってるからな。まあずっと見ててもしょうがないので、通常の車中泊モードでテストをしましょう。29.1 度、湿度が63、8時42分、約1時間経ちましたが、天気前回よりは全然マシですね。吸入口が 27.5、 保冷剤ただの氷ですけど、今入ってるエアが 22.84 度ほど下がってる感じですか。塩化カルシウム6水和物マイナス 6.1、 1時間後もマイナスキープしてます。吹き出し口が 19.28 度ぐらいですか。冷たい風が出てますが、劇的に涼しくはないですけど、前回よりは全然マシですね。涼しい風感じますね。1時間経ってるんですけどね、1時間は大丈夫そうですね。そんな感じですね。それではまたもうちょっと頑張ります。はい、車内は 28.8、 湿度が 66、 ただいま21時53分なので、おおよそ2時間経過しました。換気扇、扇風機、サーキュレーター回っております。スポットクーラーも稼働しております。稼働して若干冷たい感じがするぐらいになっております。吸入口26.9、第一室保冷剤が入った 23.4、 マイナス3度ちょっと。塩化カルシウム6水和物の箱の中は 9.3 度、吹き出し口が 22.2 ということは5度ぐらい下がったぐらい。なので辛うじてちょっと涼しい感じです。前回よりは全然使えてますね。2時間、まあなんとか使えるかなという感じですね。ないよりは全然マシですね。ないよりは全然マシです。劇的な涼しさはないんですけど、基本的にこの状態だと温度を下げるという仕事をしてくれるものは一切ないので、ちょっとでも下がるものがあればありがたいという感じですかね。持久力がやっぱり問題になりますね。持久力を上げるものが何かあればもうちょっと使えるかと思いますよね。今回の実験は以上ですが、現地で温度を下げられるものがあるということはメリットがあるかと思います。ちょっとね、作業がめんどくさいんですけど、今回は以上という感じですかね。ちょっともう眠くなってきます。寝落ちしちゃうかもしれないので、今回のテストはここまでということでご勘弁ください。はい、お疲れ様です。なんとか行ってきましたけど、かなりきつかった、しんどかったというのが実感でございますが、ただ寝るのは快適に寝れましたよ。活躍してくれたおかげ。ただですね、朝起きて6時前には起きちゃうんですけど、道の駅でお買い物をするんですけど、野菜を買ったり、開くのが9時なんですよね朝6時から9時まで、6時じゃないな、もう5時には起きても、5時から9時まで4時間あるんですけどね、6、7、8、9、
そこが地獄でしたよ。もう6時過ぎてからもう暑くて耐えられません。1回だけアイス買いにコンビニまで逃げましたが、いやそこがきつかった。でも寝るのはなんとか、今回のスポットクーラーのおかげで寝るのは割と快適でしたよ。普通に寝落ち しちゃいました。はい、まだちょっと改良の余地はありますが、はい、頑張ってくれましたよ。なんとかもうこれはこの人たちは完全に溶けてますね。はい、よいしょ。塩化カルシウム再生させるかどうか、熱を加えて水分を蒸発させないといけないんですけど、どうしようかな、面倒だな。こっちは、全部水です。中身これももう完全に溶けてますね。しかし結露がすごいね。結露がすごい。どうしようかな、これ測ってみましょうか。いけるかな。なんかいろんなカスがいろんなカスがいるから、結構ですよ。 400cc ぐらいは取れてますよ。 400cc、 まあこの暑さの耐えられない原因の一つが湿度なんで、これだけ除湿してくれてるということは効果ありますね。問題はこれの処理なんですよ。再生するにはこれは熱を加えて水分を飛ばさなきゃいけないんですけど、それが面倒なんですよね。どうしよう、もうちょっと考えましょう。今回の実験は終わりです。はい、お疲れ様でした。